痩せるレモンとキュウリのドリンクの作り方をお伝えします。あなたは日頃どんな、ダイエット法を取り組んでいらっしゃいますか？食事制限頑張ったりしていないですか？なのになかなかこう結果が出ないな、痩せないなと、そんな風に感じていませんか？もしかしたらあなたの太っている原因は飲み物かもしれないんです。なぜかと言いますと、こう市販のですね、売っているまあ飲み物は、まあ、とにかくその添加物がいっぱい入っています。そうするとあなたの腸内環境が、まあ、悪玉菌が増えてしまって、結果こう太る体質へとこうですね、変わっていってしまう、まあ、危険性があるわけなんですね。そこで今からご覧いただくこの動画の痩せるドリンクレシピですね、これをですね飲んでいただきますと、あなたの腸内環境がもうピッカピカに綺麗になって、結果体の中から綺麗に痩せていくことができるんですよ。まずそのドリンクの作り方ですね、材料と作り方とその効果についてお伝えしていきたいと思います。まず材料です。今回3人分の量をご用意しています。まず1です。ミネラルウォーター 900ml ですね、まあ、こういった天然水を 900ml 量って使ってください。そして次、レモンが1/2個、これぐらいの大きさのレモンの、まあ、半分ですねを使います。そしてキュウリが1/3本使います。そして蜂蜜を1/2小さじ使っていくんです。もうたったこれだけで痩せるドリンクができるんです。では作り方です。例えばご自宅にですね、こういったあのドリンクを入れる容器ですとか、もしくはこういったジャーですね、私もこちらよくあの重宝して使うんですけども、こういったものを使って冷蔵庫で約2時間、まあ、保存していくわけなんです。でこういったですね、あのフルーツドリンクの手作りの場合は、まあ、冷蔵庫で24時間ぐらいは持つと思いますが、まあ、季節柄ですね、こう梅雨時期でジメジメしておりますので、こういった食品管理には十分お気をつけてくださいね。そしてあともう一つ注意点です。こういったあのフルーツとかもお野菜ですね、あの本当無農薬で安心なところのものであればいいんですけれども、まあ、それだったとしてもあのまあ普通農薬がついたりしてますよね。でおすすめがあるんです。こういったあの食品のこう温度を測るものですね、こういったので50度洗いしてみてください。50度で洗うとこの食材の美味しさが増しますし、その農薬もきれいにあのご自分であの排除することができますから、おすすめは、まあ、お水でしっかり洗うのも良いんですけれども、実はですね、あの50度って結構暑いんですよ。でもキュウリとかあの葉物もですね、シャキーンってものすごく元気になります。あの理科の実験みたいな感じになるんですよ。うわーすごいって、あの初めてした時私感動しました。で実は私50度洗いあの大好きで、まあお野菜とかフルーツも洗うんですけれども、実はお肉も洗ってます。お肉もですね洗うと美味しいんですよ。ちょっと余談でしたけれども、あのできればこういった皮付きのものをそのまま使う時は50度測って、50度のお湯でしっかりと、まあ、2、3分かけて洗ってみてくださいね。そして、作り方なんですけれども、まあ、先ほどのこういった容器ですよね、まあ、このようなものを使ってお水をまず 900ml、 ミネラルウォーター、まあ、もしくは浄水ですよね、水道水は NG です、お体にとって負担ですので、こういった体に良い水を入れます。でそこに先ほどお伝えしたその綺麗に洗ったレモンとキュウリをこう輪切りにしてください。輪切りにしたレモンとキュウリを先ほどの天然水に加えて、最後に蜂蜜1/2小さじを足して甘みを調整します。よく混ぜたら、まずは冷蔵庫で2時間保存すれば飲み頃です。で、保存期間はまあ24時間までですね。で中に入れたそのレモンですが、キュウリ召し上がっていただいてもいいんですけれども、まあ、明らかにこう傷んでたりとかですね、変色していたら召し上がるのは
ストップしてくださいね。では、なぜこの、レモンとキュウリのこのドリンクが痩せることができるのかということなんですけど もうまずはレモンの効能がすごいんです。もうご存知ビタミン C が豊富ですよね。そうすると、腸内環境が整うわけです。ストレス緩和にもなります。で2つ目じゃカリウムというですねこの成分があなたのお体をこうデトックス、いわゆる老廃物をですね、出しやすくしてくれるわけです。そして3つ目このレモンの皮ですよね。皮のその食物繊維であったりファイトケミカルというその成分がですね、食物繊維が豊富ですから腸内環境が整って、でここからファイトケミカルがその中性脂肪の吸収を抑えてくれるんです。ですからあなたの脂肪がですねこう吸収が抑えることができるというね、レモンの効果すごいですよね。で次です、キュウリです。キュウリの効能です。もうまずはですねピラジンというその成分がですねあなたのその血液をサラッサラにしてくれるんですね。やはりドロドロ血になってしまいますと老廃物や脂肪がどんどん溜まって太ってしまいますから、とにかくこの血液サラサラはもう必須ですよね。そして体内にこもったまた熱を排出してくれる効果もありますので、これから暑い時期になります、しっかりとこういったキュウリの力を使ってですねこもったこう熱をやっぱり出していく。季節の野菜ってすごいですよね。その時その時にやっぱり必要なことがこうあるわけなんです。さあいかがだったでしょうか。この痩せるレモンとキュウリのドリンクを使ってあなたの腸内環境が整って結果その痩せ体質になることができるんです。でこの腸内環境を整えることがその痩せる近道なんですね。でその時に有効なのがファスティングと呼ばれる方法で、このファスティングご興味ある方は私アドバイザーですので詳細欄に LINE のリンクを貼っております。そちらからご登録後直接ご相談くださいね。また、このお話あなたと周りの大切な方のためにぜひお役立てください。どんどんシェアして差し上げてください。そして、このお話が役に立ったなと思っていただけましたら高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。